こんにちは、亀です。アネモネラナンキュラス、球根で植える場合は注意してください。今回はアネモネラナンキュラスを知らない方、アネモネラナンキュラスを球根で植えたことがない方、アネモネラナンキュラスを植えてみたい方、園芸初心者の方、そして園芸をとことん楽しみたい方、アネモネとラナンキュラス、早春を代表する草花です。特に早ければ年内、または早春に花付きの苗が出てきます。ただこのアネモネとラナンキュラス、実は球根での販売もあります。植物を育てるのに自信がない方はやはり苗から購入して育てる方がいいとは思いますが、球根植物に関したら球根で買って育てるとお得をします。なぜかというと、球根植物、球根での販売から植えても芽が出やすいからです。ただこの球根植物、植える時期が決まっています。この時期にお店に行かないと球根は売っていません。アネモネとラナンキュラス、球根の販売時期はだいたい8月の下旬から10月の上旬ぐらいまでです。球根で育てると上手に育てることができるとは言いましたけど、このアネモネとラナンキュラスの球根、めちゃくちゃ癖があるので注意してください。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、アネモネとラナンキュラスは大好きです。特にこのアネモネとラナンキュラス、咲く時期が割と早春なんです。やはり春のお庭や花壇を楽しむには3月、4月、5月、6月の4ヶ月をいかに楽しむかです。バラがたくさん咲く5月だけが春ではありません。早春に咲く花たちがお家にあると春のテンションは爆上がりします。そしてアネモネとラナンキュラス、上手に管理すれば毎年毎年楽しむこともできます。秋植えの球根たくさんありますが、このアネモネとラナンキュラス、チューリップやムスカリ、スイセンみたいに割と適当に植えて出てくる植物ではありません。秋植え球根の中でも最も腐りやすい球根と言ってもいいのではないでしょうか。ただポイントを押さえれば大丈夫です。アネモネとラナンキュラスの球根、植える際に気をつけてほしいポイントが3つあります。1つ目は必ず水で一度戻すこと、2つ目は球根の植える向きに気をつけること、3つ目は植える時期に気をつけること、この3つです。というわけで、ここから先は実物実演にて特集します。では早速いきましょう。はい、というわけでアネモネとラナンキュラスの回です。よろしくお願いします。リブさん、お願いします。まあ、今回はですね、2つの植物を一緒に一気にやっちゃいます。はい、というのも、まあ性質が似てるからっていうのがあるので、同じような方法でやっていただければとか、ちょっと生育スタイルがほぼ一緒なので、両方こう知識があればどっちかの楽しめますよっていうところで一緒にやります。で、アネモネとラナンキュラス、今花付きがないんですけど球根入ってきてますんで、先にお見せしたいと思います。こちらです。じゃじゃん、アネモネね、こっちね。はい、まあ、写真だけ見てください。こんな花みたいな感じね。あとラナンキュラスっていうのはこんな花ね。はい、すごくたくさんこうミルフィーユ状になったやつね。春を代表する草花で、品種がいろいろ最近ではあるので、一応アネモネも八重咲きがあったりとか、コンパクトなタイプがあったりとか、ラナンキュラスも変わった色があったりとかっていうのが出てきます。という、これらのアネモネラナンキュラスは金峰外科っていう植物になる。はい、これちょっとね、頭の片隅に入れておいてもいいかもしれない。金峰外、はい、金峰外科、金峰外科っていうのは結構ファンが多い。まず、はい、代表するお花が割とある。例えば、ニゲラ、うんうんうん、デルフィニウムとか、はいはいはい、あとはオダマキ、クリスマスローズ、クレマチス、あ、結構有名どころが多いですね。メジャーどころで、なんかお庭のなんていうの、素敵なお庭には絶対に入ってるようなあの植物類が多いっていう科になりますが、この金峰外科でもやっぱりいろいろな生育スタイルのタイプがあって、まあ、種から出るものなのか、球根で出るものなのか、まあ、株で増えるものなのかっていろいろあるんだけど、アネモネとラナンキュラスは球根、塊で増えていく植物になります。で、これまだちょっとうんちくなんだけど、金峰外科ってあのね、毒性が多いものがあるので、はい、これらも漏れなく毒性がありますんで、まあ、よっぽどないと思いますけど、その切り口とかね、あの花瓶に刺してた水を飲むとか、うんうんうん、っていうことはない限りは、まあ、大丈夫ですけど、一応覚えておいてください。で、特徴的にこのアネモネとラナンキュラスは花の時期が、まあ、言ったら春とはいえ割と早めに咲く、はい、3月から4月ぐらいに咲いて、
まあ、極端な話もう5月の後半ぐらいになってくると、まあ、だんだんとこう先が悪くなっていくみたいな感じなので5月6月にバーって咲くものではないと。ただこの早春系の植物ってやっぱ庭をトータル的で楽しむためには結構重要な要素ではある。春の花苗とか、花苗は伸びるか、宿根草だね特に、はい、とか、まあ、バラとかクレマチスもそうですけど一回ブワッて咲くとパッと終わっちゃう、うん、咲き続けるみたいなやつが割と少ないんですよね。なのでこの時期これが咲いてこの時期これが咲いてこの時期がこれが咲くっていうのを言ったらつないでいくみたいな形をしてトータル的に春のお庭を楽しむっていうスタイルにしないと、もう本当バラが咲く5月だけは綺麗だけど、はい、じゃあその前後どうかって言ったら4月花がありません、もう6月になったらもういろいろなものが花終わって全然彩りありませんみたいな感じになるので、この4月ですね彩りを作ってくれるこの子たち植えとくとまあいいですよっていうところと、この秋に植える球根類ってまあ本当にいろいろあるんですけどかなりねやっぱねいいよ、いい得、はい、お得。春になるとね大体秋植え球根の苗が出てくるんだけど多分コストとしたらまあ倍以上高くなっちゃうね、うんうん、なんでちょっとコストを下げてっていうのかな、楽しみたいとかあと量が欲しいっていう方はこの時期逃してしまうともう苗でしか買えなくなっちゃうのでちょっとコスパが悪くなっちゃいますよっていうところっていうところでの、まあ、球根のおすすめをしていきたいわけなんですけど、この球根類が非常に癖がありますというところで、まあ、ポイントの方を入っていきたいと思います。はい、というわけでポイント1番目です。ポイント1番目、水に入れて戻すことっていう話なんですけど、これ何これって話なんですよね。水で戻す、そうでしょう。普通球根ってまあ買ったら植えるだけじゃん、はい、そうですね、言ったら、はい、まあ、ほとんどそれなんだけど、このアネモネとラナンキュラスは買った球根をそのまま植えると大概腐る、はい、というわけでちょっと実物先に見てもらいましょうか。アネモネとラナンキュラスの球根こんな感じです。じゃじゃんとこんなような感じになっております。はい、何これって感じだと思うんですけど、はい、ちょっとなんか星梅みたいな感じですよねこの右のこれあれだよ、なんていうの、梅のお菓子であるよねこの。そうですよね、あの男梅とかであるもんこういうの、はい、口でふやかしてさ、はい、あの膨らまして食べるみたいなさ、はい、そんな感じに見えますけどね。星梅じゃんこれ。星梅ですよ、ね、もうカラカラのなんかこう化石みたいな感じ、はい、これがねアネモネ、こっちが、はい、でこっちのなんか大根がたくさんついてるみたいな、ようわからんような形してるのねこれね。これがラナンキュラス。はあ、なるほど、変わってるよね。たださ、やっぱりなんかちょっと ひ弱というか、普通球根ってもっと張りがあってツヤツヤしてるじゃん、うんうん、チューリップもムスカリもスイセンもクロッカスも、はい、ただこれ見てもらうともなんか本当に星たる感じ。そうです ねドライフルーツみたいな感じになってるんだけど、うんうん、この状態どういう状態かというと、掘り上げられてずっと乾燥状態っていうのかな、はい、で保管されてたものなので、相当これ水分が抜けちゃってるよね。もうカラッカラみたいな感じ、はい、あのミイラみたいな感じね、はい、言ったら。でこのミイラ状態をそのまま土にバッと植えてしまうとどうなるかっていうと、水がうまく吸えてなかったりすると、まあ、それだけで発芽がしないのね、はい、なのでこの子たちを上手に出すにはミイラ状態から一回こう血液をしっかり入れてあげて、はい、肌をこうの張りっていうのかな、うんうんうん、を取り戻させてから、通常に戻してから植えるというひと手間をかけるかかけないかでこれだいぶ変わってきます。せっかくこれ安く買ったやつが、まあ、腐って出てこないとか、はい、で球根がさ今植えて、これ秋植え球根どれもそうなんだけど、出てくるのがさ来年の春先なんで3月とか4月ぐらいやんね、芽が出るのが、はい、そこまで待っとらんとかあるじゃんね。そしたらもしかしたら腐った状態で待ってるかもしれないこれ。ああ、だいぶ時間をもったいなくしちゃう可能性が。そう、プランターも場所も取ってさ、水もなんか かけておいたんだけどさ、はい、出てこないって最悪じゃんっていう風になってしまうと元も子もないので、この子たち植える場合はまず最初に上手に水に戻してから植えるっていう工程、これをしてほしいと思います。このふやかすというのかな、戻す工程はこの後の事前の方でやりたいと思います。ポイント2番目です。植える向きを気をつけること。これですね、普通の球根は、普通の球根っていうわけじゃないんだけど、大体球根ってなんとなく向きって直感的に分かって植えたりすると思うんだけど、はい、これっちが上かなみたいな感じ、うんうん、ただアネモネとラナンキュラスは上下が全然分かんない、はい、どっちが上かが。
そんな分かりづらいんですか。分かりづらい。パッケージ見れば裏に書いてあるので、しっかりとこの向きを確認してほしいんですけど、まあ見てもらいましょう。じゃあ行きましょうか。はい。これをちょっとさっきのあれじゃいかんから、シェイクするね、こうやって。はい。さあ純平さん、はい、アネモネこれどうやって植えますか。いや、まあ先がとんがってる方が上みたいな感じですかね。こそういうチューリップみたいな感じね。あ、そうですそうです、そういう感じですかね。こういう感じだね。はい。あ、この下になんか根っこ出そうだしね。はい。純平さん、はい、不正解です。あ、そうなんですか。パッケージがなくなっちゃって、はい、これどうやって植えたっけかっつって、はい、まあ、チューリップみたいにこうやって植えようっていうと、もう 100% 出てこない。じゃあ逆ってことですか。そうなんですよ、これこっち側なんです。あ、そうなんですね。そういう特性があったりするので、はい、すごく迷いやすい。あとなんかこれどっちが上みたいな、円盤型あるじゃん。分かりにくい形がありますよ ね。このアネモネラナンキュラスは出てくるところにちょっとこう、なんていうのかな、突起になってる部分があるっていうのかな、はい、軽く盛り上がってるところがあるんで、まあ、それを見てもらうとか、まあ、下の方、お尻はとんがってるので、こういう感じでちょっと分かりにくいかもしれんけどね、これ。うん、とんがってる方をとにかく下、はい、っていう感じで覚えておいていただけるといい。これ最悪分からない場合ってあるんでね、はい、球根によってだけど、うん、最悪分からん場合はなんとなく横だったらほぼ大丈夫。逆は全然ダメ、はい、横は自力でここ出てこれる、はい、うん、ちょっと場所が変わっちゃうんだけど、そう、まあ、できればこうのすんなりがいいね、うんうん、とかっていう向きがあったり、あとこっちですよ、ラナンキュラス、はい、バイバイバイ。さあこのラナンキュラスどう植えますかって話だね。まあやっぱそのシンプルに根っこが、うん、そういう感じじゃないですかね、こっち側。あ、そう見えますけど、ちょっとこれも罠ですかね、さっきのと一緒で。自信がなくなってくるでしょ、はい、そう、キャマ近いじゃと自信がなくなってくるんだけど、はい、これは正解。あ、合ってましたか。合ってます。これが根っこなんですよ、はい、ちょっと分かりにくいというか不思議なんだけど、この大根が根っこなんですよ、はい、で、この上に出てくる。ただ球根によってはこっちのやっぱりこう根が出てきそうな方っていうのかな、はい、これが根って思わない、まず。こっち上の方がなんか形的にはいいかなみたいな。うん、まあそういうふうにも見えますけどね。こっちから茎が、これが茎が出てくるみたいな感じでね。ここが切ってあるところは、まあ、根っこっていうのは勘違いされやすいんだけど、これも実はこの大根が下ね。っていうふうに植えてあげないと、まあ、やっぱり出てこないというふうな特徴がありますんで、このアネモネとグラナンキュラスね、植えるのにちょっと癖があるので、分からなかったらインターネットで調べてもらえばすぐ出ますんで、調べてから植えることをお勧めします。ポイント3番目です。植える時期です。これもまたねちょっと厄介なんですよね、はい。まあ、この放送がもうある時にもう買って植えてるっていう方ももしかしたらおると思うんですけど、実際問題一番、これは僕の持論というかあれね、団地地方、まあ豊橋団地なんですけどっていうと、植えるのに最適な時期というのは、まあ、大体ですけど11月の上旬から中旬ぐらいまでがベストかなと思う。割と寒くなってからっていうんですかね。そう、これはちょっと年によって年によってね気温の前後があるかもしれないですけど、球根自体が早いと8月中に出てくるんですよ、この子たちは、はい、で9月はもうずっと売ってるし、で10月ももちろん売ってるんだけど、9月とかに販売されてるものだと11月に植えるなんてあんまり思わんじゃん。あとパッケージに書いてある記載が結構まちまちなところが多い。というのもパッケージ自体は日本全国の大体平均で言ってるので、団地地方は11月のもちろん上旬から中旬って言ってるんだけど、涼しい地方はもっと先なんよね、ま、前か、はい、もっと前なんで、まあ、例えば10月から植えれますよとかって書いてあることがあるんだけど、ここはお住まいの地域によって植える時期を変えてほしい。というのも一応ポイントとしたら、このアネモネラランキュラスが発芽する温度っていうのがあるよね、はい、植物にはだいたい温度でこう発芽するかしないかっていうのは自分で体感で分かってると思うんで、この温度が15度から20度で発芽をしますと、まあ、言ったらスイッチが入りますと。なので春先ですね、だんだんこう気温が上がってきて15度20度ぐらいになってきて、ようやくこうスク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 って出てくる。ただ秋の場合だとあったかいから涼しくなってくるじゃんね。でも9月とかに植えると、まあ、もう20度以上もちろんありますし、まあ、10月に入ってくると、まあ、それこそ20度ぐらいまで落ちてくると、早く植えると発芽してきちゃう。
はい、これが悪いことではないんですけど、発芽してくるとどうなるかっていうと、アネモネラナンキュラスって耐寒性っていうのは球根の状態だと割とあるんだけど、芽が出てきちゃうと霜とか寒風で傷むんだよね、はい、で先に出させてしまうとちょっとリスクが高いので、できれば冬場の間は土の中に眠らせておいた方がいい、うんうんうん、ただあんまり寒い時期に植えすぎても、これまたちょっと難しいんだけど、寒すぎると水がうまく吸い込めなかったりとか、そもそもいきなり寒いところにバンと置かれちゃうと、発芽自体は春になるとしっかり芽吹いてくるんだけど、ちゃんとした適期に植えたものと比べるとやっぱちょっと貧弱になったりとか、花の時期が遅くなってく、花の時期が遅くなると結構やっぱり温度が上がってきちゃうってことじゃんね、言ったら、ってなると花の散りが早くなるわけ。ここはポイントの時期っていうの、まあ、大体気温が15度ぐらいになってくると適温でちょっとこう年内に大きく育って冬を越せるっていう状態になるので、植える時期だけ気をつけてください。はい、というわけで実践の方入っていきたいと思います。まずはアネモネとラナンキュラス、球根の吸水から始めます。はい、まあ、ちょっと今ですね、自宅の方で吸水させたものがあるので、それちょっと見てもらいましょうか。こちらです。じゃじゃんと、おちょっとでかくなってない、これ。そうですね、こっちと比べたら膨らんだ感じ膨らんだよね、針が出てきたよねこれね。そうですね、うん、なんかパワーアップしたよね、これ。なんか生き生きするよねこっちの方が、うんうん、この吸水されてない状態のこのちょっとヨボヨボな感じから、はい、だいぶ若返った感じがするやんこれ。しますね。ね、でアネモネの球根もこれちょっとまだなんだけど、でかくなったねこれね。多分これぐらいだったかな、もっと小さいか。面白いですね。面白い、あれみたいなの昔あったじゃん、あの恐竜のさ、水で膨らむやつ知っとる？水で膨らむやつ、あ、お風呂のやつありましたね。こんな小さくて卵に入ってた、はいはい、今多分ノンホイパークでも売ってるかもしれないけど、あれ一日水にふやかすとなんかブゴーってなる、でかくなりますね。でかくなるやつありました、ね、あれと一緒なるほどキューってもうあれを縮込められちゃってさ、はい、あの乾燥させられちゃってこんななってるけど、はい、水含ませるとこうブク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 みたいな感じって感じにアネモネラナンキュラスもなるんですけど、吸水のポイントが、まあ、結構これね、いろいろなやり方というか説があるんで、どれがっていう正解があんまりないんだけど、はい、一番いいのはですよ、僕が思う一番時間があって余裕があってこの発芽率が高いっていう方法は、吸水にまず時間を結構かけるっていうところ、はい、これはね、ネットとかそのラベルの記載とかに1日とか一晩とかって吸水させてって書いてあるんだけど、一気に吸水させると、うん、一気に吸い込むは吸い込むんだよね。水言ったら水が多いところに入れてあげればギューって吸い込む、はい、でパンパンになるんだけど、これ乾燥状態って、まあ、言ってしまったら休眠で寝とる状態ね、うんうん、寝とる状態で、まあ、いきなりこう朝バシャーンって起こされたら、うんうん、結構きついんだよね。起こすんであれば、まあ、ゆっくりゆっくり慣らして起きるみたいな感じで起きていくと、まあ、しっかりとした目覚めになるっていうところがあるので、一晩で吸水させるよりは言ったら1週間ぐらいかけて吸水させた方がいい、はい、というわけで吸水の方法なんですけど、まず用意していただくものは入れる容器を用意してください。はい、例えばこの辺です。じゃじゃん、パッパ、お普通に食卓で使うような、そうまあ100均でももちろんあると思うし、はい、まあ、ちょっとあんま使ってないやつもあるかもしれないし、普通の園芸用のなんか鉢を使わないといけないのかっていうと、まあ、そういうわけではありません、まあ、こういうふうにちょっと入るような箱っていうのがあるのがベストで、この言ってしまったら球根ね、これをじゃあ水をちょっと浸してここにつけとけばいいかっていうと、うん、それでも吸水はするんだけど結構な確率で腐ってしまうことが多い、はい、急激に吸水させてから暖かいとこ行くとね、うん、ゆっくりゆっくり起こしてあげてしっかりと体を作っていった、まあ、球根っていうのはそういうのも強くなるので、できれば水の量をちょっと抑え気味で長い期間かけて吸水させていく、はい、なんでまあ言ってしまったら1週間ぐらいちょっと見て水を与えるってことをやってた方がいいとは思う。水が少ないとやっぱ乾燥しちゃうんで、はい、はい、っていうところがあって、一番簡単な方法はこれに、はい、これね、一応キッチンペーパーです。青色してますけど、うん、自宅にあるねキッチンペーパー、キッチンペーパーを濡らしてもらって
ここね、はい、入れて置いて、この上にまた濡れたキッチンペーパーでかぶせて包むと、はい、こういう感じにしてあげるとキッチンペーパーから徐々に徐々に水分を取ってくれるようになる、うんうんうん、直接なんか水がダバーってあるよりも湿ったようなところで多少空気が通るようなところだと、まあ、ゆっくりゆっくり吸水してくれてカビにくくなる、はい、という感じでやっていただけると、まあ、いいかなと思う。ただまあ園芸よくやってて、もしこのような材料があるとこっちの方が、まあ、管理はしやすいかなと思われるのがこれです。じゃじゃん、ボアミキュライト。へえ、バーミキュライトっていうこういうちょっと銀金、これ特集昔やったね、はい、金金があるんだけど、このバーミキュライトっていう素材は復活させるっていうのかなにすごくいい素材。これ100均でも確かバーミキュライト売ってるので、うん、もしそんなに量いらなければ100均のやつでもいいんだけど、このキッチンペーパーのやつでもできないことはないんだけど、密着してる部分が少なかったりとか、あと乾燥しすぎてしまってっていうところが割と管理がちょっと手間になることが1週間もあるとね、はい、あったりするので、このバーミキュライト使っていただくとその辺の管理がすごく楽になります、はい。まあ、ただちょっと言っても一回このキッチンペーパーでどれぐらい量をやる入れたらいいかっていうのやってみようかね、はいはい。まあ、これは水でチューって濡らしてもらって絞るっていう形でもいいです、うんうんうん、ビタビタにとにかくしない方がいい。かといってあんまりこうなんていうのかな、濡らさないっていうのかな、うんうん、乾きすぎてても水がなくなっちゃうんで適度に湿らせるね、はい、うん、絞って、まあ、ちょっと水が落ちるぐらいで大丈夫。軽くしてね、あんまりビチャビチャにしないっていうのがコツね、うんうんうん、で置いてもらう置いてもらう置いてもらう。向きは特にないんですか？向きは全然ない、まあ、湿ってればいいって感じね、ここがね、はい、うん、ついてればいいって感じで、例えばこの辺も置いちゃう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 、ね、で、かぶせる方にもかける。この中に入れてくるむっていう感じでやってもらっても問題ない、うん、節約したければというか、そう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 、湿らせてあげたやつをおくるみを入れてあげる、こんな感じ、ちょっと密着させてあげるみたいな感じね、はい、押してあげてこんな感じの状態、これで約1週間置きます。ただ気をつけてほしいのはこれ常温で置いてはダメ、はい、できれば冷蔵庫の野菜室がいいです。へえ。なぜかというとこの状態で常温で置くともうね芽が出てきちゃう、はい、あったかくて芽が出てきちゃうとやっぱ冬の寒さに当たって芽がダメになる可能性があるんで、なるべく水は吸水させるけど起こさないようにしたいよね、うんうんうん、言ったらそこもゆっくりと起こしたいんで、冷蔵庫の野菜室っていうのがちょうどいい温度なんよ。冷蔵庫の冷蔵庫っていうの、あそこだとちょっとね温度が低すぎたりとか、うんうん、あと乾燥しちゃう。野菜室はだいたい3度から8度ぐらいだったかな、温度幅がっていうぐらいだと吸水されても芽は出てこない、はい、まだ休眠してる状態でゆっくりと水が吸えるので、一番最適な場所っていうのかな、そこにだいたい1週間ぐらいで、このままの状態だと結構乾くんで見てもらって、乾いてたらちょっとやっぱこう軽く霧吹きかけてあげてまたかぶせるっていうの、球根は傷まないんだけど水が吸えてないっていう状態になるので、まあ、1日1回ぐらいはちょっとチェックして軽く湿ってるかどうかだけはこの状態ではやってほしいなと思います。ただまあバーミキュライトっていう素材、はい、こちらね、こちらでやる場合だとこの土の中に半分埋めるっていう形をするのでちゃんと密着してるって感じね、うんうんうん、水分と吸水がまんべんなくできるっていうのでおすすめです。というわけでちょっとやってみましょう。さあ行きましょう、バーミキュライトです。まあでもさ言ったらさ、はい、アネモネとかラナンキュラス植える人ってさ、俺思うにまあそれなりに園芸知ってるというか、うんうん、ちょっとなんかあれっぽくない、まあ、初心者の一番最初にやる植物ではないイメージがありますね。だいたいチューリップとかさ、はい、水仙とか、まあ、ムスカリぐらいはなんか初心者、うんうん、初心者というかまあ初めての人で
買う球根かなと思うんだけど、うん、アネモネラナンキュラスに手出す人ってねあんまりいないと思うんだよね。なるほど。そうで大体アネモネラナンキュラスやってる人って園芸をやってる人が多いんで、うん、なんかこういうバーミキュライトとかなんか持っとるような気がするんだよね。なるほど、うん、ってなったらバーミキュライトでやってもらった方が、まあ、結構成功率が高くなるんでおすすめって感じね。はい。この乾燥した状態だとさすがに吸水っていう感じにはならないので、うん、ちょっと軽くねお水の方でかけて湿らせてあげる、はい、これがポイントで水道水でジャバってやると一気にこうなんか入れすぎたわってなっちゃうのでここはシャワー、はい、言ったらじょうろとか散水のシャワーねでさーっとかけてあげるみたいな感じで吸水の方をさせます。さあ行きましょうか。じょうろでやります。結構吸水早いというかすぐするんでこれこれでやったとてあもう重くなってきたね。お重さでも分かるぐらい、はい、でまあここはちょっと、まあ、上が湿ってまだ中は湿ってない状態だったりするんで、まあ、もうちょっとかけようかね。溜まるぐらいまでちょっと入れちゃうとよかない、はい、うん、もうチェックしてもらって分からなければ手でもいい、はい、手で確認してもらうとあもうこれ下まで入ってるね水が。ああ確かに、うん、入ってる。結構すぐシャーって入るんよね、うん、ですぐ吸い込むんでとにかく上げすぎだけは気をつけてください。ここに水が溜まった状態ぐらいまでやっちゃうと中で球根が腐る可能性が高くなります。で溜まっちゃってるようだったらちょっと抜いてあげて、うんうん、まあ、しばらく乾かせば、いい感じになってくると思いますんでねこの辺の調節はしてあげるといいと思います。はい、というわけでこれ締めなしでバーミキュライトね、はい、ここに、まあ、できればこれは向きぐらいです、まあ、発芽しないんで向きどっちでもいいんだけど、はい、まあ正規の向きでだいたい球根が半分ぐらいとか若干かぶさるぐらい、はい、バーミキュライトがっていうぐらいの深さね。全部埋めすぎない方がいい、はい、うん、軽くこうバーミキュライトがかぶさるぐらいがいいね、まあ、ベスト。こんな見てこれ、うん、大丈夫かなってちょっと思いますけどね落花生みたいなもうなんか水分全部吸われちゃってね、はい、大丈夫かって思うじゃん、はい、これがねみるみるね復活してくるんだ。びっくりするぐらい、うんうんうん、これはこれで面白い。あんなに小さかったものがみたいな、はい、それこそあの恐竜だよお風呂でお風呂のそうあのお風呂もさ、はい、やりすぎるとさブグブになるじゃんなりますね。適温が大事よ適温が、はいね、この子もラナンキュラスもね、はい、半分くらい、はい、掘りにくいようであればこういうお箸使ってあげるといいね、はい、お箸使ってあげて軽くほぐして入れてあげる、かぶせてあげる、軽くほぐして入れてこんな感じね。でここまで半分ぐらいかぶしたら先ほどのちょっと湿らせたキッチンペーパー、はい、これを上に軽くかぶしていただけるね。出しっぱなしにすると野菜室とはいえ結構こう除湿されちゃう部分もあるので、うんうんうん、できれば軽くね密封する必要はありません。これ下からバーミキュライトから水ちゃんと吸ってくれますんであんまりこうぺったんこにしちゃうとちょっとかびやすくなる。このままのふわっとした状態この状態で置いておいてください。で1週間の間ですね、まあ、1日に1遍か2日に1遍ぐらいはちょっと様子でも見てあげてもしかしたらカビてくるやつもあるかもしれない。はい、もともとカビがついてたりとかっていう部分だったりとか水が多かったりすると、まあ、カビてしまうことがあるのでそういう球根はなるべく早めに取り出すみたいな感じの処理をすれば、まあ、他の球根は問題ありませんのでこれでどん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 太らせていく。で1週間経ちましたとなったら植えていきます。はい、というわけで植えていきたいと思います。の前に、はい、冷蔵庫から出したってことですね、うんうん、出したらできれば今度はちょっと時間があれば常温、はい、言ったら普通の外気ですね、まあ、直射日光はあんまかかんない方がいいんですけど暗い目の日陰のところで植える前に外気に慣らすっていう感じ、はい、をしてもらうと非常にこれもいい。いきなり土にかけて水ダバってかけるよりは一回出してちょっとこの状態で2,3 日とかあたりちょっと普通の気温に慣らしておいてあげてから植えるとこれ腐りが少なくなるので、まあ、すぐに出して植えるっていうことはしない方がいいかなと思います。さあというわけでですね実演の方行きたいのでこれがちょっと我が家でやってたやつね、はい、はい、をちょっと植えていきたいね。これね
丸々と太ってきたね。こうやってバームキュライトで言うとですね。これはどれぐらいの間寝かしたんですか。これはねちょっと撮影の関係があって、まあ3日4日ぐらい、本当はもうちょっとやった方がいいね、ただもう膨らんできてるんで大丈夫、はい、植える鉢なんですけど、これはもう本当に地面に植えてもらっても、もちろんね花壇とかお庭でもいいですし、あとなければプランターで植えてもらっても問題ありません。まあ、植える深さの方だけですけど、まあ、大体 3,4 センチぐらい埋める程度で大丈夫なんで、そんなに植え方自体は難しくありません。というわけで今回ですね、鉢の方に植えていきましょう。はい、というわけで植えていきたいと思います。植える鉢ですね、今日ちょっと2タイプ持ってきてみました。まあ、丸い鉢とこの四角い鉢、これはどちらでもいいんですけど、大きさの目安としたら大体この6号鉢に、はい、まあ、1株ぐらいなんですけど、うん、株の大きさとか球根の大きさでこれね極端な話変わっちゃう、はい、一球とはいえこれ販売されてるものがね全部大きさが均等ではないのですよ、こっちはでかい球根も入ってれば、まあ、小さい球根も入ってるよ、こうやってありますね、あるじゃん。球根の大きさで花の大きさとか株の大きさってもうこれで決まるって言っていいほど球根の大きさで決まっちゃう、はい、大きいやつには絶対にいい花とか長く開花する、小さい球根は 100% こっちに比べたら小さいし、なんか弱々しいのが出てきちゃうんで、大きな球根であればここ1個でいいんですけど、小さい球根であれば一鉢に複数植えてもらっても全然大丈夫です。てかむしろその方がいい、はい、見栄え的には。この辺の小さい球根であれば6号鉢だったら 1,2,3 とトライアングルぐらいに植えると、まあ、ボリュームがあるコンテナが作れますんで、もう本当に大きさに応じてください。メーカーの記載だとやっぱりこう1級にとかってもう大きさのことはあんまり触れてないのでね、ここはやっぱりねテクニックというかそういうもんだよっていうのをちょっと知っておいてもらうといいかな、はい、丸鉢だったら1個か3個で、角型だと、まあ、大体3個ぐらいかな、ここで3球ぐらい、横に並べてとか、まあ単品植えじゃなくても他の草花挟んでこう3球入れてあげるとか、まあ、そういう感じでも春は大丈夫でしょう。というわけで今日はこっち行きますか、はい、丸鉢久しぶりに、スリット鉢じゃない鉢ね、はい、で行きましょう。スリットの鉢ね、まあ、よく出すやつこの辺、だと、まあ、鉢底石いらずでってやってるんですけど、このスリットがないようなやつだとやっぱ排水が悪くなると、言ったら球根って腐りやすいんで、そもそも、はいはい、特に冬場の間に腐らしちゃうと思うので、ちゃんとここ排水が取れるように軽石とか鉢底の石っていうのを入れましょう。はい、さあやっていきましょうかね。久しぶりだね、植え付け的な作業は。てか、なんかスリット鉢を使わないのが、あ、そういうことですか。確かに俺は慣れちゃっててさ、はい、なんかそれが当たり前になっちゃったんだけど、スリット鉢売ってないところもあるしね。まあそうですね、そうそう、家で余ってる鉢もあると思うんで、こういう風な鉢はどう使うかですけど、鉢底の石ね、だいたいこの鉢で、これちょっと縦長なんでこれぐらい、まあだいたい4分の1、5分の1ぐらいですね、はい、敷いてあげましょう。鉢底の石も最近いろんなタイプがあるんでね、これは綺麗、綺麗な鉢底石、白いタイプですね、白さがいいねとか書いてありますけど、軽い、白さがいいね、水はけがいいね、根が元気でいいね。へえ、花心さんへえって感じだね。これ花心じゃない、これね結構ねあれなんだよね、書いてないか、これ違うのかな。鉢底の石のタイプによってはね、ミジンを吸着するってやつもあるらしい。そうなんですね。ミジン吸着すると何がいいかってさ、この排水した水が汚れない、ベランダとかああいうとこに置いておくと結構普通にやると出ちゃいます、ね、出ちゃうんだけど、それが出にくいってやつが中にあるらしい。というわけでこれ鉢底石敷きました、はい、そしたらこの中にはバイオドです。今日使うバイオドはこちら、じゃじゃん、おっちゃん、はい、来ました。なんかもうあれだね、今日使うバイオドはっていうよりは今日も使うバイオドだよね。毎回ですからね。毎回だね、はい、ごめんなさいね。普通の草花用のバイオドで全然大丈夫です。じゃ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 、例のやつ入れますか。はい、チェレン、お、ピンクの元ピンクの元来ました。もうなんかあれだね、花友ベストが終わって初心に帰った気持ちですよ僕。
はい、さ写真とかさ撮ってほしいとかサインとかで言ってさ、俺がさちょっとなんかネタでチャーランってやるとさめっちゃ喜んでくれた。やっぱみんなチャーラン好きなんだみたいな。好きなんですね結局。なんかちょっと小ネタを挟んでやるとね、はい、不安は喜ぶというのが分かったんで、やっぱやっとらんとさ、そうですね、ね、喜んでいただけないじゃん。一流くださいみたいなリクエストもありますからね。ある、写真のポーズで、はい、まだまだある。やっとってよかったわ。というわけで元声、はい、これはポイントがあって、元声は秋植え球根っていろいろあるんだけど入れとくことをおすすめする、はい、割と年内にグググって根っこを出したいっていう球根類って多いのね。で肥料がまあ初期肥料入っとるんだけどしっかり入れといてあげた方が根が出やすいのと、結構リン酸分が高い肥料が元声って多いんで花を咲かせやすくなるね。というところでしっかり入れましょう。はい、ドラゴンズって今日今年ないんだと思う。いやまだ調子悪いと思いますよ。悪いよね。その細かく何かまでは分かんないですけど。もう見てない。ただ大谷選手はいいよね。いやもうとんでもない記録を。とんでもないね。はい、作ってますね。大谷行こうか。大谷大谷翔平選手に敬意を表していきます。はい、俺も一流。そして。二刀流や。あ、左手でも。左手でもできちゃうんだこれ。左手でも一流大リーグ。これで大谷さんがこう不調になったらどうしましょうね。あれね、多分あれアメリカでしょ。大リーグでしょ。はい、Google もアメリカやん。はい、俺バンだねこれ。バンされますねこれ。ドラゴンズでちょっと悪い思い出がありますからね。ドラゴンズファンの皆さん本当すいません。もうやめます。調子に乗ってやるのはやめます。もう昇竜拳出ません。あ、やっちゃったね。やっちゃいましたね。やっちゃったね。今年もよっしゃ、軽く混ぜたら出来上がる。さあ出てきましょうか。じゃ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 ん。あとね、ちなみに言っときますけど、はい、球根で買うアネモネラナンクラスは背がちょっと高くなるはず。あのね、 100% とは言えないんだけど、春先に出てきてコンパクトでさ、この辺でキュッて咲いてるやつとかあるんだけど、はい、薬使ってることがあるね。あ、その出荷するときにというか生産者さんが、ワイカ剤っていう薬があって、はい、でワイカ剤何かっていうと植物を小さくさせて花を咲かせるっていう薬があるの。これインチキっちゃかんな、うん、これ技術の方の話なんで、はい、なんともなんだけど、仕立てこれをすると何がいいかって言ったら、やっぱりこうコンパクトでガッてこんもり咲かせる咲いてると見た目がいいじゃんね。そうですね。それそれだけだって販売が売れるじゃん。売れた方がいいですもんね。ってなるのが、はい、まあこれはね、まあいろいろあると思うんですけど、はい、橘とか草花では比較的行われてることで、アネモネランキラスも行われてることがありますと。でそういった球根をまた来年ですね使うとどうなるかっていうと、まあ、通常通りになるんで伸びてくる、うん、買った時こんなに小さかったのに次の年やったらなんかビヨーンって伸びたんだけどみたいな、うんうんうん、ビヨンって伸びるもんなんですよ、もともと。で球根自体はワイカ処理っていうのはされないので、多分ここにセンチ数って書いてあるんだけど、はい、これって草丈30から60ってまあすごい曖昧に書いてあるんだけど、はい、60っていうと相当でかいんだよね、うんうん、こんなんだと思います多分。そうですよね。そう、これは多分花壇とか地面に植えて伸び伸び育つとこれぐらい上がる。で鉢でキュッてなれば、まあ、その約半分ぐらいで収まるかなっていうところなんだけど、ちょっと頭が上がりますんで、はい、そこだけはちょっと覚えて植える場所っていうのかな、うんうん、コンパクトなんですって花壇の手前とかに植えちゃうと割とグーンって伸びちゃうみたいな感じがあるんでね、そこだけちょっと注意してください。でこれ6号鉢ね、せっかくなんで小さいやつ3つ植えようか、はい、大きければこうやつね、大きければ、うんうん、まあ一球こうやって植えてあげる程度でいいんだけど、本当にムラがあるんで小さいのがね紛れて入ってくるんよな。はい、うん、まあこんなに小さいよね、こんなにね小さいじゃん、うん、小さければ3つ。うわ、分かりにくいねこれね、どう植えようみたいな感じじゃん。うん、ね、分からないと横横、はい、横、分からないときは横、小さいの
ぐぐった。はい。はい。ぐぐったらば。ちゃ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 。まあ、だいたい3センチぐらいね。はい。3、4センチぐらいだと思います。めちゃめちゃ深いとか、めちゃめちゃ浅いとかってしなければ問題ない。逆にめちゃめちゃ浅いとすぐ出るんだけど、うん、浅いとやっぱね、その後ぐらついちゃうんで、うんうんうん、それなりの深さっていうのはキープしてあげるといいかなと思います、はい、というわけで植え付け終わりましたら水はかけときます。水やり、はい、というわけでこうやってね下から水が出ましたら水やりの方は完成です。はい、でここからの管理なんですけど、年内は芽が出ない想定で植えてますので出てこないと思うんですけど、出てこない状態って逆に言うと根っこがまだそんなにすごく張ってない状態でお水の吸いが悪いと思いますんで、水やりだけは本当に上げすぎないように気をつけてください。最初はまあたっぷり上げて排水の方させるんですけど、これ以降は鉢の場合はまあちょっと持ってもらってお手数だけど、乾いたらしっかりと上げるみたいな感じで、湿ってたりちょっと重ければ、あの水やりの方はやめる形で全然問題ありません。あと万が一まあ芽が吹いてきたっていう場合ね、それはそれでダメっていうことではありません。ただ霜とか寒風に1月2月当ててしまいすぎるとそれで傷む可能性があるんで、そういう場合はちょっと軒下に避けるとか軽い防寒処理だけやっていただければ、まあ、問題はないかなと思います。こういう鉢の排水性が悪い場合はちょっと高い位置で、まあ、レンガをかますか、はい、ブラックベースね、これ今車販でありますけど、これはすごく役に立ちます。こういう通気性がいい台の方に置いておいていただけると、まあ、これ今水出てますけどね、これがこれだとね出ないんだよね、この溜まっちゃってここに、うんうんうん、これが腐らせる原因になる。特に球根は腐りやすいんで、どの球根も排水の処理だけして管理の方をしてください。はい、というわけで今回のカーメクマチャンネルはアネモネとラダンキュラス特集しました。よかったかな、参考になったかなと思う方はぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あとあなたのアネモネラダンキュラスの植え方ありましたらコメントの方で教えてください。カメクマチャンネルではこのように園芸初心者でも失敗しない植え方のコツ実演で特集します。よろしければチャンネル登録もお願いします。この後は大好評の余談です。おまけトーク余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、アネモネラダンキュラスですね、はい、ちょっと付け加えて言うと、まあ、11月の上旬ぐらいに植えたいというと、はい、この処理が1週間から10日かかるから、うんうん、まあ、言ったら10月の中旬ぐらいはい、から準備すると、まあ、適期に植えれたりしますんで、逆算してあの処理の方をするといいね。遅すぎるとね、あの冷蔵庫入れたりなんとかってしても、まあ、そこまで効果がなかったりするんでね、うんうん、まあ、なるべく11月中までには植えた方が、まあ、いいかなと思います。年明けに植えても咲いたよとかっていうコメントもあると思いますんでね、まあ、その辺はまたいろいろと教えていただけると嬉しいんですけど、秋植え球根ですよ、純平さん、はい、たくさん来てますよ植えるところがたくさんあるらしいですね。そうですね、間に合う、間に合うは間に合うんですけど、うん、僕去年チューリップやったんですよ。ああそう、一応アイスクリームの球根をやったんですけど、ちょっと変わったやつですね。そうなんですよ、うん、であれ全然出なくて、芽が出なかったってこと？一応出たは出たんですけど、あ、サランが咲かないとか、咲かないっていうのが一つと、もう一個は出ることすらなかった、うん、で鉢のタイプを変えたんですよね、うんうん、あの陶器鉢でやったのと、まあ、そうじゃない普通 の、 あのポットでやったっていうのがあるんですけど、やっぱりその水管理が難しいんですよね、この球根ね。球根の分からんだな、分からないんですよ ね、やっぱ少なめにとかって思うと、なんか水が少なすぎると多分その花咲くまでいかないみたいなのも見たりして、ベストな水やりむずいなと思いました。確かにね、案外とね、そうなんだよね、あの球根だけで植えると結構乾いてるかどうか問題ってあるんで、まあ本当に余裕があれば草花とかを一緒に植える、うん、苗をね、あーなるほど、その苗のタイミングで水をあげればいいっていうだけにしちゃえば割と分かりやすかったり、他の植物が入ると水を吸収してくれる、吸収してくれるじゃんね、うんうん、言ったら、なんでまあ腐りにくくはなるんで、またその辺の提案もちょっと秋にしていこうかな。あー、じゃあ逆にデッカーした方が管理しやすいみたいな。そう、出やすくなったりとか、その水関係に関したらまあ分かりやすくなるかもしれんっていう、まあ一工夫ありますけど、たくさん植える場所ありますね。やりますあとは お金だけですね。そうですね、ここから先はなんかシビアに来年まで取っとけるかどうかとかっていうのがだんだん分かるようになってくると思うなるほど、だんだんこのこう毎年買っとったじゃちょっと偉いなみたいな、はい、
俺も残せるもん、残せますんでね、このアネモネラナンキュラスも、はい、もう会社みたいに予算立てます。そうそうそう、予算、はい、秋植え球根予算、はい、あと苗もやっぱりパンジビエロ出てくるしさ、はい、結構お金かかるからね。ですね。コスパよく、はい、あの行けるように僕も応援しますんで、アドバイスも。はい、ありがとうございます。また新しい場所を楽しみましょうよ。はい、ね、あとちなみに言っとくと、今年の秋植え球根は数がめちゃくちゃ少ないと思いますんで、全体的に、はい、10月中にとにかく買っておくことをお勧めします。以上です。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。